てきたような女なので。さあ準備整いましたんで行きましょう。はい、いやGTR ニスモに火が入りましたよ今。はい、そうですね。ああ、そうですね。井戸田さんの心にも火が入りましたね。ええ、このアクセルを吹かすことによってね、俺のタコメーターもボンボン回りますんで。さすがですね。このパドルで6速まで行けるそうなんで、マニュアルで行きます。このハンドルはでもね、全然滑らないし、しっくりきますね。じゃあ行きましょう、お願いします。2700万の車だからね、なんつって。シートのホールド感が素晴らしいんで。あ、そうですね、バケットシートなので、はい、ハンドルの効きいいな。ちょっと順ある、一回見せちゃおうか。あ、確かに、さすがです、うん、安いよ。そうなんですよね、うん、これオートマじゃない方がいいかも。あ、そうですね。なんでこんなノッキングするの。あ、そうですね、踏み込みすぎてるんですかこれが。あ、多分慣れだと思いますね。普通に乗れるようになるので。へぇ、歴がありすぎるでしょ。俺だってほとんど踏んでないですよ今。見えませんでした、R っていう字。浮き出てなかったですか。出てなかった。で前方の GoPro だったらここに梵字のように R って出てきてたからね。見た目がモンスターだけど思ったより乗りやすくて、その1速から2速にしてちょっとだけ、まあ、法定速度内で踏み込みましたけど速かったね。あっという間だった、トーンって G かかるのが。早いね、楽しい。これはあの下手したらデアンダー出ますよ。さあ続いては、はい、組み込まれる初号機、はい、何馬力でしたっけ。900馬力です。900馬力、これをまず助手席で体感します。はい、ぜひ体感していただきます。これはマニュアル。あ、マニュアルです、いつも普段から。はい、行きましょう。はい、まあでも行動だからね。ちょっと音が違いますよね。違うね、 そうですね。やっぱタービンも変わってますから、エンジンも少し音が太くなりますね。太くなるし、これは初号機ドライブしながらじゃ全く会話できない。そうですね、ちょっとうるさいですね、うん、では行きます。お願いします。おおおおい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 、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ビビった。え、今3まで入った。はいはい、2速ちょっとだけですね。怖今何起こったんですか。わかんない、ちょっと後ろからとんでもないものに押されたよ。びっくりした。え、ちょっと俺ら浮いたよね。ああああダメ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 、なんすかこれ、なにこれ、なにこれ。ウエストゲートがちょっと鳴っちゃうんでびっくりされるかと思うんですが、この肩のあたりをさ、すごい屈強な男たちにグーンと押されてる感じよ。ちょっと待ってよ。これは別に大して回してないので、わかんないけど、これ組み壊るまだ1の肩でしょ。あ、そうですそうです、まだあの2の方3の方ってもっとあるでしょ、はい、これサーキットだったらこれがずっと続くわけでしょ。あ、そうです、もっともっと加速が速いしブーストも上げるので。え、さっきの3号機でもこれぐらいのことになる、はい、本当は。あ、いや、なんないですね。これやっぱりフルチューンなんで、やっぱそれなりに速く走れますね。こんな違うもんなんですね。全然違うね、はい、やっぱり私も最初乗った時びっくりしたんですけど、やっぱ慣れますね。人間慣れって怖いですね。え、じゃあもうこれじゃないと物足りないでしょ。そうなんですよ、それなんですよ。じゃあこれどうします、運転します。ちょっと待って、怖い。結構4速から
急にブーストがかかるんで。いやもうそこは踏まない。4まで入れれないですよ。で、あの4000回転ね。で、多分すごくバッてくるのでびっくりするので気をつけてください。怖い。あんま踏まない方がいい。頭めっちゃ打ってましたけどね。大丈夫ですか？マジで。